Greetings and welcome to Voice of Cards, the Isle of Dragon Roars, a little long there. So this is a new game released by Square Enix that was announced a few months back, and it looked very interesting because it follows in the style of a couple other games that are doing everything through cards, but the artwork looked very interesting, and I don't remember what other reason I had to look forward to this game other than that it looked interesting. So let's just click new game and see what happens, shall we? こんにちは。いや、こんばんはですかね。私は本作のゲームマスターです。以後、お見知りおきを。さて、では本題。私の仕事は、おしゃべりとカードで、あなたをこの世界に誘うことです。なので、私の声が聞きやすいよう、音を出してプレイしてもらえると、より楽しめるかなと思います。というか、音出しプレイが絶対おすすめなんですが、今のように字幕も表示されるので、音を出せない方は文字でお楽しみください。Yes, I switched over to Japanese because why not? So yes, subtitles. そろそろ準備はいいですか？では始めましょう。ボイスオブカードの世界へようこそ。君は今からある物語の主人公として、剣と魔法の世界で人間にあだなす魔物を倒しながら、君がこの世界で活躍することを心の底から期待せずにはいられない。私は君の冒険を眺めることしかできない傍観者だ。ではそろそろ冒険に出発してもらうとしよう。And the Isle of Bliss. Sounds like a chapter first. その場所は洞窟だった。濡れた岩肌に囲まれ、いかにも化け物が出てきそうだ。This seems like a type of radio. They should be probably slimy and damp, whatever.どうやら洞窟には3人の冒険者がいるらしい。1人は裏若き乙女。いかにも育ちが良さそうな顔つきをしている。2人目はいかつい戦士。周囲に危険がない3人目は老人。賢者のような風体で、冒険者たちはこの洞窟に眠るという宝を捜索しているようだ。Interesting. 目の前に鉄製の扉がある。扉にはこれ見よがしの手がついている。Choose a card and hold the enter the reserve so slightly. If you hold it just long enough, you might be able to peek at what it contains. Oh. いかつい男が真の力で取っ手を押してみたが、扉はびくともしなかった。Oh, okay, so you can kind of peek by slightly pressing enter, but you take too long, you perform the action. 力任せに扉を蹴り飛ばした。すると扉はすっと横方向に開いた。どうやら引き戸だったようだ。何者かが飛びかかってきた。Ooh, we got dice. Oh, fancy.
Okay, so what are gems? Still figuring that out. Let's see. Oh, this requires one gem, this requires two gems. Oh, I see. Plus 8 attack damage, but no, he should one-shot it. You missed by one, really? この冒険者たちは歴戦の強者らしく、襲いかかる魔物たちを難なく退ける。三人の冒険者が宝箱に近寄ると、地鳴りそのうめき声は、渡す直後、周囲を警戒する三人の冒険者たちの前に。得体の知れない何かが出現した。What is that? We've got two gems. Okay, let's start with these things.Let's see, he'll generate one gem, plus 5 attack damage. Okay, so we get one gem every turn. Let's see, he's got 8 defense, 16, that would be 8 damage, this should finish it. Really?Finish this thing off, come on. Wind damage to enemies, yeah, sure, let's do that. There we go. Wakai onna wa mamono no mukuro o sakeru you ni shite ma kono naka ni takara ga haitte iru ni chigai nai ga kagi ga kakerarete iru.若い女は宝箱に関係なさそうな道具を取り出す。OK。しかし、もちろん鍵は開かなかった。若い女が簡素な鍵を穴に差し込んで回すと、宝箱の中には何の変哲もない。ようやく取り戻せましたな、王家の宝を。老人がそう言うと、目的を果たした3人は意気揚々と洞窟を後にした。Ooh, lots of characters.
The music's got a very Toyotaro feel, like Nier Automata style. ここは始まりの城。この王国を治める女王バニラが住まう場所だ。謁見の間は大勢の騎士、冒険者、小玉座の近くには白い服の冒険衛兵は群衆に告げた。静粛に女王陛下のおなりである。冒険者でざわつく広間は女王バニラの登場により一瞬で静まり返る。They changed her name from Vanilla or Vanilla to Nilla in the English translation. So let's see. 玉座についた女王は群衆に向けて静かに口を開く。皆の者、我が出したドラゴン討伐の触れに応じ、よくぞ現世に復活した悪しきドラゴンを探し出し、見事討伐を果たした者には、永遠の栄誉と、ば詰めかけた群衆は、女王に応えるか、白い服の冒険者たちは、自信ありげに、ドラゴン討伐は我々に先頃は王家の宝の奪還あれを飲まないと胃の調子が悪くてな。王家の宝とそれはさておき、ドラゴン討伐に白の教団が死が、この3人は民衆から絶大な支持を集める慈善団体、いかにも立派な人格者らしき白の教団の3人組ではない。 They're probably gonna get defeated or corruptedドラゴンを倒せば賞金がっぽり。男は何を妄想したのか、口からよだれが垂れた。よだれ男の傍らに立っていた魔物のような謎の生物は、A giant salamander. と泣いた。ここで大切なお知らせがあります。この男が物語の主人公、つまり君の分身である。君はお金が大好きな。しがない賞金稼ぎなのだ。しかも自分こそ勇者だと自称してはばからない。メンドラゴン討伐の志願者募集と聞き、金の匂いにつられて、では正式にドラゴン討伐に志願する者は、君はなぜ署名と疑問を持ちつつも衛兵のもとへ向かうことにした。Okay, let's see who the rest of the people are. さ、進みましょう。もう署名は済んだのかと、衛兵は言った。First, who are these people? More guards. 我ら白の教団こそが、世界に隣の同僚に連れてこられたけど、ドラゴン討伐なんて聞いていないとブルブル震えている。 Hello, character. 君が連れている生物を見て魔物だと怯えている。ドラゴンってやっぱり強いんだろうなと言った男の足は小刻みに震えている。ドラゴンを倒して賞金を得るのはこの俺様だと男は息巻いている。ドラゴンを倒すなら強い武器防具が必要だと男は教えてくれた。男は人々の話に耳を傾ければおのずと進むべき道はわかるだろうとそれらしいことを言った。白の教団の勇者様一行がドラゴン退治に赴くなら安心だと男は安堵の。白の教団の3人組が立っている。近寄りがたい雰囲気を醸し出しているが、Yeah, let's figure out who they are. 君が彼らに尋ねると、我々は白の、我が教団の主な活動は様々な薬。3人組は聞いてもないことを語り始め、君は
話が長そうだなと察知し、足早にその場を立ち去ることにした。では、ここに署名を。衛兵は紙とペンを君に差し出す。There we go.君は自分の名前を紙に書き込んだ。続けて衛兵は、そっちの魔物もと、メルブール。君は謎の生物の名前も書き込んだ。この生物の名前はメルブール。人間の言葉は話せないが、こちらの話す内容はそこそこ理解しているようだ。So in Japanese, this thing's name is メルブール instead of Mar. 署名ご苦労。これでお前たちの死んでからでは、墓石に刻む名前を聞けないからだ。賞金は欲しい。でも死にたくはない。君は共に戦ってくれる仲間を探すことにした。And we speak to the queen. 女王バニラを仲間にはさすがに無謀すぎる。やめておこう。Let's see, we've spoken with everybody. まだ仲間を探せていない。このままでは心もとないが、君の考えを尊重しよう。But we've spoken with everybody.男は人々の話に耳を傾ければ進むべき道はと一人ごドラゴンを倒すなら強い武器防具がと言いながら男は立ち去った。では行こう。世界兵は手を引かれた方の女、そのまま二人は越見の間から去っていった。ドラゴン退治は白の教団の皆さんにお任せして、自分は家に帰ると言っている。君が俺たちと共にと話しかける前に、I guess everybody's gonna leave and then we're gonna get our companions who arrived late. 君が男を仲間に誘う。君はそれはこっちのセリフだと思い、この男を誘うのをやめた。男はそんな魔物みたいな生き物を連れているやつと冒険はできないと拒絶した。私はこの城を守る衛兵。ここからは一歩も動かんと言っている。I don't suppose we talk to these guys. 白の教団の3人組を仲間に誘ってみるか。我々は少数精鋭でドラゴンに挑むましてや、どこの馬の骨ともわからぬやからを。About what we expected. 3人組、そろそろ平常の時間だ。早々に旅立たれよ。君たちは、結局君たちは、二人でドラゴン討伐の旅に出ることにした。Let's at least find who else joins our party. Oh? 町の中を歩いていると、武器商人は小声で言った。お前、商人は人目を気にしながら、最強の武器とやらを、こっそり君の商人曰く。この世に怪しさ満点だが、確かに伝説の武器からは並々ならない。We don't have that kind of money. 君はこんなあからさまに怪しい商人は欲しくなったらまた来てくれと言い、伝説の武器をしまった。商人は伝説の武器を買う気になったのかと君に小声で囁いた。店に行くと、Hello? 店主がご用件はと尋ねてきた。That's it. That's all you have. 店主は他にご用件はと問いかけてくる。老人は、Freeze, old man. 町の外には魔物がいるから危ないと。親切に教えてくれた。子供曰く、この城下町を出てすぐ見えるのが次の町だそうだ。扉は固く閉ざされている。鍵穴のようなものが見えるが、適合する鍵があれば開くかもしれない。ドラゴン討伐の志願者を募集する看板、ドラゴンを討伐した者には莫大な賞金を。君はこの看板の女が
まじまじと看板を眺めている。女はこちらに気がつくと、みるみると土器をはらんだ血相に変わった。 What is she carrying? 魔物。女はいきなりメルブールに向けて魔法を放ってきた。メルブールは魔法にびっくりして目を回している。君は目を回しているメルブールを丁寧に抱き起こし、女を睨みつけた。君はこいつは魔物じゃないと訴えるが、女は私は魔物。両名によるすれ違いの口論が続く。口論の末、自分の早とちりだけは認めた女だったが、それでも、oh, we got a Sundari here. 強情さ、君はこいつめと思いながらも、興味は別の話に移り変わっていた。聞けば、この女はドラゴンに恨みを持っていて、しかし自分一人の力では、と君が自分たちの目的も同じだと話すと、女は上から目線で、私も一緒に行ってあげたと言った。Obviously, 女ではあるが、ちょうど旅の私はドラゴンを倒したいだけ。それを聞き逃さなかった君は思わずにやりと笑う。これは好都合だと、君は黒い服の女は自分のことをクロエと名乗った。 Okay, they changed her name because I did not hear Menelie at all in that conversation. I think she's called Kuro here. クロエは、Yep, it's Kuro definitely. 魔物を嫌う理由もドラゴンを恨む理由も教えなかった。Hooray! Ooh, fancy! Open the menu to perform her section, saving and chaining. Ooh!Okay, let's go see that. Actually, there's one way we can definitely, figure out what her name really is. Skills, abilities to go and party. Well, let's see, abilities, equipment.Let's see, iron sword armor, iron claw, silver breastplate, sacred staff, shadow cloth. Oh, hold on. Here we go, let's see. Text. If we... Looks like I can't change the language of the text outside of the title screen, which kind of sucks.Let's see, abilities. What do we have? No abilities. Great. Okay, then. Skills, characters. A deep seated aggressor against the dragon, but no sorrow limits. She just has power to fight a dragon with a single blow. She's definitely carrying around something weird. This reminds me of an old video game called Gungrave, I think, who carried something similar.We've got zoom. That's not zoom, that's navigation. Oh, hold on, zoom. Whee! That's the queen over there. Anyway, let's move along. And I'll see about her name on my own. Bonk. Okay, let's see. Armor. 店に行くと、店主がご用件はと尋ねてきた。 Current gear. Current gear. Oh, ring of protection. Here we go. We're going to buy one of these for her.
That way she doesn't fall over with a little sneeze. And there goes half our money. But I believe it will be worth it. 店主は他にご用件はと問いかけてくる。女は怯えていた。いつかこの町にもドラゴンが。Doesn't look that way. と思うと食事が喉を通らないそうだ。ようこそ、ここは次の町だ。と男は元気よく君たちが何を聞いても、男はようこそ、ここはと、really? 大物のように繰り返すばかりだった。君は男にドラゴンのようこそ、ここは次の町だ。Oh? 男は君の耳元でつぶやいた。君は特に用はないと、その場を立ち去った。He knows something. 男はこの町で装備を整えたり、薬を買ったりするといいと、懇切丁寧に教えてくれた。道端にうずくまっている女がいる。女は君を見て、手をどうも足をくじいてしまったらしく、近くの薬屋まで連れて行ってほしいようだ。Yeah, sure. 女を抱えようとした。が、あまりの重さに心がくじけてしまった。君は女を元の場所に横たえると、そんな君を見て、クロエは、人としてどうかと思うと非難した。君は、だって、俺のせいじゃないし、と子供のようなことを言った。クロエは、君を無視して、懸命に女の体を起き、続いてメルブールが女を背中に乗せ、二人は薬屋を探すため歩き、君は二人を見て、面倒くさいと思いつつも、薬屋まで付き添うことに。It's not a waste. We're definitely gonna get something out of this.君たちは薬屋にたどり着いた。女は薬屋で買った薬を飲むなり、白の教団の薬はやっぱり。女は君たちに礼を言うと、懐から何かを取り出した。Ooh, our first card. What is it?君は今、自らの意思ではないかもしれない。今後もどこかで困っている人を見かけたら、力を貸してあげるといいだろう。Sure.Here? Here we go. Okay, what's this? Interesting, interesting.She was a quick hire, gentle disposition, uh-huh. Oh, come on. Oh, hello. Who do we have here? 女の子は、この町からしばらく北西に進むと、三つ目の町があると言った。You don't say. Lane Girl's Flipside Story. Okay, so we come here.Come to own car, the collection, characters. Rain patters the window, a picture, book lies open, paper and paint perfume. Tiny fingers turn the page. The book is upside down, no more light on her eyes. Oh! Oh!
okay, well, that turned a little sad. We got an inn, we got an item shop. Generate three. Oof. Well, we don't have much money left, so can't really buy much. We know. Oh, okay, so that's how we can do with this. Okay. Mitsume という町に魔物研究家が住んでいるらしい。ドラゴンについて何か知っているかもしれない。よそ見をしながら歩いていた君は誰かにドンとぶつかってしまった。And it's them, of course. ぶつかった相手が振り向くと、賢者のような老人は、白羽殿、大丈夫ですかと、白羽と呼ばれた女は、一言、続けて白磁という名の老人は、ブランと、いかつい男が、白磁と白羽を三人組は、我らを白の教団と知っての無礼かと、君たちに詰めます。君は足を押さえて大げさに痛がりながら白の教団の連中に治療費をブランが君の足をさすり骨などま君は軽く謝りながらその場をその時なんと相手の財布が握られていた。ブランがこいつが財布を盗んだぞと声を上げ武器を。Well, that escalated quickly. やるしかなさそうだ。Yeah, there's no way we're winning this. おっと、ご心配なく。棺桶カードを置きましたが、本当に死んだわけじゃありませんので。Your damage plus 3 damage. Yep, let's go for her.Yeah, we're definitely supposed to lose this encounter. の教団の3人組その弱さでよくドラゴン退治などと君たちの弱さを憐れむ白の教団連中は魔法でその気早く三つ目の町の魔物研究家のもとへと白磁が他の2人をせかし3人は町から出て行った。君が馬車屋を覗くと店主から準備中だと言われた。今は利用できないようだ。当てどなく歩く旅も楽しいものだが、もし何らかの指標が欲しいなら、街道沿いに進むといいだろう。Okay, then, well. Oh, battle. Whatever that thing is.Okay, so that's the Hearthstone model right there. We figure that out by ourselves, so...
We currently don't have any skills that require gems apparently because we are weak. Oh, here we go. Plus 3 attack damage, that's 11. Or 8, apparently. That hurt. Moving along. Hello. Nice. Ooh, we got dice rolling, do we? Oh, this is important. Level up, very nice. Hooray, we have healing now. Just what we needed. Two rolled dice, ooh. Gambling. Yeah, figured as much. Hello. Oh, yes. Oh, and looks like we heal up completely when we level up. Nice, we do more damage now. Excellent. See how this goes. Wow, that was sad.
Moving along. Goblin enemy story, really? More goblins. Come on, you can do better than that. There we go. Okay, so we have fire, lightning, and wind damage. どこからか君たちを呼ぶ声がする。周囲を君が穴から引っ張り上げると、おじいさんは次の町に住む古い友人に会いに来て、お礼は弾むと言っているが、次の町まで連れて行ってあげるか。Sure, whatever. おじいさんはどこかの資産家らしい。旅のついでに次の町へ立ち寄ってあげよう。頑張って。Oh?Okay. Plus three, or let's go with a safe plus three. There we go, perfect. There we go, map discovered.Of course. 君が店を覗くと、行商人は珍しいものを仕入れたんだと言い、商品を君の前に並べた。 We have enough for one thing. We could buy two rings of protection. That would definitely help.Since we don't know what we're up against, I'm thinking we buy another ring of protection. Obviously on us, because we're the healer. And another one for our friend. And we're all set.店じまいを始めてしまった。そろそろ次の仕入れに行く時間らしい。買い物はもう無理そうだ。ほほう。Come on, finish it off. Almost.Let's see. Are you weak to lightning? Very nice. They are not weak to lightning.
What even is this thing? An orc child. Right, well, are you weak to fire? What? Hold on. Stolen treasure past cave and mountain near fountain. どうやら奪った宝の隠し場所を知る君は旅の途中で探してみようと思い、紙切れを Past the mountain. Oh wow, this is a very big.Well, let's keep exploring. Surely there's something down here. There we go.Treasure. Right. You're talking of poison or deadly poison. Okay. That was definitely worth better than the healing salves. Really, nothing there? Bewildering woods.濃い霧で視界が遮られてしまう。これが迷いの森のゆえんなのだろうか。Oh, interesting. Let's save first. What are we fighting? Mushroom people. Weak to fire. Figured it as much. They're plants. Do you happen to be weak to lightning as well?No.Hello, person. 旅人曰く、何人もの冒険者がこの樹海に足、さらにこの森を抜けるためにはある道具が必要らしいが。A certain tool that one needs to get to this place. Interesting.Let's try. No. Fire on this tree thing. It is weak to fire. Let's try lightning on this thing. Nice. Not weak, but.Very resistant to physical damage, apparently.
There we go. Nice level ups. Middle. Speak out the four stale hidden deep. The four stalae. No idea what that is. I think they are weak to wind, maybe? Let's see. Nope. Oh, and we lose stats at the end of battle. Good. I hate it when poison persists through battles. Hello? Okay, so that thing is weak to fire. And this thing, I'm not sure. Let's try lightning. Nope. Okay, let's heal her quickly. What attack? Jeez. You're not Stalai, are you? No, Sapling Trant. Let's finish it off. Just barely. Okay, let's heal him. It is weak to fire. Really? No, it's resistant. It's resistant. Man, we really can't do anything without her.
やりますね。Hello? Oh, Stellae. 森の南側にある石碑を見つけた。試しに叩いてみると、西の方から音が聞こえた。To the west. 行ってみよう。Looks like we're in a, what's it called, optional dungeon. We're about to get lots of experience though, which is good.He really can't do much, unfortunately. Neither of them can really do much.We need them to level up to do more damage, unfortunately. Ooh, dear.It's set to the west. 森の奥から美しい旋律が聞こえてきた。歌のようにも鳥のさえずりのようにも感じるが。Let's listen carefully. 旋律に耳を傾けていると、頭がぼんやりしてきた。草むらをかき分けて、魔物がゆっくりと姿を現した。君たちはハーピーの罠にかかったことを悟ると同時に、武器を構えた。Thought it would be something like that, but I decided to see what happened anyway. Okay, let's see if it's weak to air. Yep, figured as much. Let's heal our mage first. We need her for damage pretty much the entire time now.And you are dear. Slap. She wasn't worth much. それからしばらく、君は鳥のさえずりにさえビクビクするようになる。Oh, there it is. It just appeared. Ooh. That's good.Okay, then let's go here. Go to equipment. Go to Kuroi. It's either Ring of Prediction or Wednesday Ring. Ugh. Guess we'll do that later. Kimi wa mori no nishigawa ni aru sekihi o mitsuketa. Mori ni haitte kita toki ni wa konna sekihi wa nakatta hazu da ga.とりあえず叩いておこう。この石碑はすでに調べた。何度考えても、家に入った時にはなかったはずだが、不思議だ。Okay, so now we gotta find the other one? What is this, a nymph? A dryad. They actually managed to give her stockings. Really. Anyway, let's try fire.Oh, she is weak to fire. Oh dear, come here, dude. It's a shame you can't switch equipment in battle. And 2 damage at most. But damage is damage. Nice.Excellent.
Oof. More healing. Come on, critical. No. And you keep flopping around. Excellent. Okay, good. This is somebody else. But let's heal ourselves. We don't want the healer to go down. Come on, splat. And down she goes. Nice amount of experience. Still no level up though. Oh, hello. 女は道に迷っているらしい。出口はどこ？と不安げな表情だ。We know it's a harpy now, so find the singer. 歌声に引き寄せられるようにして、森の女性はいい歌詞が思い浮かばないとつぶやくと、演奏の手を君は何を思ったのか。すると女性は、では、この歌詞の続きをと、I hear a voice. 歌い始めた。This one, I guess? 寒さに打ち勝つための君がふざけていると思ったのか、私の歌を侮辱した罪を思い、その血であがない。女性が急に飛びかかってきた。Okay, then? Not sure how we ended up here, but... Maybe the freaking cold line would have been the correct one? Not sure. 野蛮な冒険者にやられて、地面を舐めるかわいそうな私。あ、これもいい歌になりそう。 That was weird. 女性は満足げに、そのまま眠り込んでしまった。君たちは、もうこの人に関わるのをやめようと思う。Here we go, another one. 君は森の東側にある石碑を見つけた。隅っこに金運アップ祈願と落書きされている。Melody of Fortune, you say? Nobody's hurt, so. いい感じ。That 10 defense is just so much. Nice, excellent. いい感じ。 Come on, critical. We got the critical, but I was hoping for 3 damage instead of 2. Ow. There we go. Finally.
Ooh, this will be very useful, so we're literally the healer of the party this time around. Hello, treasure. Nice, very nice. Oh, he got slightly faster, good. Oh yes, this is what we've been needing. Okay, what do we have? Here we go. Yes, money. Here we go, the last one. Kimi wa mori no kitagawa ni aru sekihi o mitsuketa. Kimi wa mayoi no mori ni aru yotsu no sekihi o subete shirabeta. Emanating from the east. Mori no higashi no hou kara nanika no oto ga kikoeta. He can't do much. Damage is damage. Let's finish you off. Really, by one. Really? I know the Jesus. Let's heal you. Hey, he's doing 3 damage now. Loosh. 100 experience. Can't say no to that. Hello? Who are these people? 毎回石碑を叩かないと村に帰れないの。超面倒いんですけど。と、女は渋い顔でつぶやいている。次の石碑は声色を聞くにどうも男性のようだ。Oh, that is a man. Oh, whoa, whoa. I got taken for a loop there. But we've hit all of them already, so here we go. Path opened. Find the singer. What's this event again?
this one. 大声で寒いと叫んだ。平凡なようで、だからこそ心に突き刺さる。女性はこの歌詞を譲ってほしいと懇願した。Okay then. 君は心の中で金勘定しながら、君は石碑を調べた。石碑に Play in tune with the forest. 音色とは楽器か何かのことだろう。Oh. Okay, we need an instrument to go get through this place. Good to know. We did get a couple levels, so that was worth it. Okay then, well, we did everything we could. All that's left to do now is leave, because can't complete it without an instrument. Yeah, but anyway, I think that's enough for this first episode. Thank you for watching, and we will see you next time when I try and figure out if her name really is Kuroe. And if it is, I like her even more already. So, anyway, later.